けた。またコートル。お母ちゃんは？僕ごえ先に行ってはる。母ちゃん、ここやなかった。行こう、待ってはる。とりあえず返しとくわ。お母さんここや。何してんやん。来
こらせつこ。せつこ、どないした？せつこ、せつこ、どないしたよ、せつこ。おかしいもんだ。うんこと一緒に出るわ。セーター。お兄ちゃんが悪い。機嫌直して。お兄ちゃん、あれやったり。節子の好きな。いやや。やったりいいよ。見たい。いやや。やったげ。お母ちゃんも見たい。いやや。母ちゃん、これで病院へ。遅かったわ。お兄ちゃん、もう一遍走って。Thank you.
出た、腕上げたな。ありがとうございます。でも晴太もあんまり無理せん方が。なんでよ。私と同じで持病か。喘息なんか全く出んかった。お母ちゃんそんな心配せんかて。けどこの前夜中に発作が出たやないの。晴太の喘息はもう治った。けどお母ちゃん僕の喘息はもう治りました。僕のは治ったけどお母ちゃんの心臓はまだ具合悪うて薬飲んでもなかなか治れへん。せやからお母ちゃんの背中僕がさすります。セーター。セーター5体満足や。これから立派に働いてくれる。節子どないしたんや。お父様と聖太兄ちゃんがお食事中やからね。あなた見てやってください。一度抱いてやってください。ほらこんな小さな手。ああ、よしよしよし。これはまた大きな赤ん坊や。お兄ちゃん、ここ節子のお家？そや、節子のお家や。西宮へ行こう。西宮のおばさんどこへ。お母ちゃんもきっと来る。そんなに心配することないですよ。ああ、その左の方もっと掘った方がええんちゃうか。そこや。ほら誰か早く片付けてや。これ邪魔や。おい。大丈夫やて。おい、そこの君、君は中学生やな。
立石中学やないな。神戸市立一中です。どこから？御影です。おお、えらい空襲やったそうやな。焼け出されて？親戚のとこで厄介になる思ってます。近所か？宿川町です。あ、この先や。あ、剣道やるんか？はい。うん、落ち着いたら一遍訪ねてきたらええ。一丁もんだろ。立石中学の校長や。校長先生？見えんか？ヒゲでも生やそうか。留守違う。誰やん、ママの悪い。はいはい、誰？こらこら、あんたら何やの、勝手に入ってきて。表開いてました。開いてたかて外で待ってんと。親はどんなしつけしてるんや。何の用？母から前もって荷物届いてるはずです。困ったらこちらに行けと。くんか、見かけのお父さん海軍隊員さんの。知ってる、おばちゃん知ってるよ。この子は妹か。赤ん坊の時いっぺん会うたような気が。節子です。あ、そうやそうや、せっちゃん、せっちゃん。空襲で家が焼けてしもうて。お父さんは巡洋艦に乗り組み、お国のために戦ってあります。お母さんは病院です。それで何？母から前もって荷物届いてるはずです。荷物？知らんわ。何かあったら西宮に行けて、前からお母ちゃんに。焼け出されていくとこのうて、子供二人で困ってるのは気の毒や思うわ。同情します。同情ってわかる？わかります。うちはお父さんがおらん。半年前に戦死しておばちゃん未亡人や。けどここに一人で住んでるわけやないの。今動員行ってるけど、息子と娘、子供二人おんねん。狭いうちや。あんたらの狙いとこあれへんの。ごめんな、悪思わんといて。ほな、さいなら。ほんなら荷物返してください。さっきから荷物荷物ってうるさいな。そんなもん知らん。兄ちゃん行こう。そやそや、はよ行きな。兄ちゃん、ちょっと待ち。それなんや。あんたらこんなええもん食べてんの。軍人さんの家ってほんま贅沢やな。聖太君、困った時はお互い様言う言葉知ってるか。知ってます。せっちゃん、あんた色が白って可愛いな。お人形さんみたいや。よいしょ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 。ちょっと、はい、ご苦労さん。この部屋使うてよ。ありがとうございます。礼儀正しいな。親のしつけが違うわ。オルガンや。せっちゃん弾ける？好きに弾いてええよ。せいたくん、言うとくけど、
親戚や都営や言うても、うちと聖太くんとこは薄い薄いつながりや。頼って来られても、知らん言うて断ってもおかしいない。けどおばちゃん、不妊女のことは嫌いやから。不妊女ってわかる？わかりません。とにかく、うちに置いてあげることにしたんやから、お裾分けもらうわな。何してるんや、お母ちゃん。びっくりさせないや。おかえり。腹減った。あんたは二言目にはそれや。それよりこの押し入れなんとかしてガラクタ整理してこれ入れたんや。廊下に出しといたら海軍さんの家から送ってきた荷物やろ。そうもいかんのや。それより誰あの子供。見かけの桃園の。見かけ言うたらその氷の。アホ、声が大きい。理財証明あったら缶詰なんかが特配になるんでしょ。私お肉の缶詰食べたい。お母ちゃんは食うもんには目がないさかい。行儀悪い、黙って食べ。せっちゃんお利口さんやな。もうええんか。ご飯たんと食べんと起きならんよ。一番かわいい時や。あんたもあんな時があったんよ。初耳や。ごちそうさまでした。ちょっとすみません。え、お母さん亡くなりはったの。この中に骨が。骨あるだけマシや。うちのお父さんなんかどこで死んだんかも。お願いなんですけど、母のこと節子に言わんといてほしいんです。病院に入院してるって言うてあります。わかった、黙ってる。おばちゃん口が硬いんで有名なんやで。寝られへんのか。夢見るんか。怖い。何の騒ぎやの。夜中に大きな声出してから。すいません。叱られるのはおばちゃんなんやで。お兄ちゃん、おばちゃんに会いたい。ほら、早う弁当。水のかけ方が悪いと父さん反映する。魂を込めて敵を打ち据えるように注水する。これ基本やからね。何回もやるよ。正確、そんなとこで見てんと。あんたもやらんと。
もう同じ隣組やで。この子桃園の子なんやけど、かわいそうなんや。お父さんは海軍隊員さんやけど、その留守に空襲によって焼け出されて、それでお母さんは死んでしもって、ちっちゃい妹と二人で命からがらうち頼って逃げてきて。おばあちゃん、お母ちゃんのことは。うちも大きい子供が二人もいますけど、あんまりかわいそうやから世話することにしましたんや。食べ盛りの子供やから食べ物のやりくりに苦労しますけど、私が三食を二食、二食を一食にしても、この子らには食べさせてやろう思ってます。えらい。今なあ、みんな我がことだけで精一杯やのに、よささんの子供面倒見るなんて、これはなかなかできることないぞ、まあ。いややわ、うん、私当たり前のことしてるだけやのに。いやいや、えらいわ。こんにちは。本当に。いや。さあさあ訓練再開するで。焼夷弾にもいろいろ種類があってな、エレクトロンは火花が飛び散るさかい、濡れむしろで体をかばいながら接近する。町会長さん、なあ、質問か。焼夷弾のことだったら何だって聞いたら。空襲になったらとにかく無我夢中で逃げるしかないです。消火する暇なんか。何言うてんの。逃げたらあかん。家は国家の礎や。まず消火活動をして林火の炎症を防ぐ、これが大事や。どう、ほら始め始めよ。わかりへん。あんた、なんで町会長さんに口答えするの。おばちゃん、穴があったら入りたかったわ。校長先生、何もございませんけど。恐縮です。遠慮のいただきます。それで先生、今日は何のご用で。清太君のことです。あの子何かしましたか。いやいや、この間たまたま清太君と会うて、空襲で焼け出されてこっちへ来たと聞いた。こっちで生活するなら、これもなんかの縁や。私もいろいろと考えてやらんといかんと思って。あの子、こっちにいつまでいる言うてました。いや、聞いてませんけど。ずっと面倒を見られるのと。まあ。好き？お歌好き。お姉ちゃんも大好きやけど、今家やと歌われへん。大きな声で歌われへん。濡れた子馬のたてがみを撫でりゃ両手に朝の露、
呼べば答えてめんこいぞ。ほら、かけて行こうかよ。他の道。ハイドハイド、他の道。藁の上から育ててよ。今じゃ毛並みも光ってる。お腹壊すな、風邪ひくな、ほら。おばちゃん、お兄ちゃんは水くみ、何やってんの？お掃除してたんや、あんまり散らかってるから。お母ちゃんのそんな大事なもんやったらちゃんとしもとかんと、悪いやつに盗まれるよ。せっちゃん、なんであんたのお母ちゃんの巾着ここにあるんかわかるか？せっちゃん、あんたのお母ちゃん今どこにいてはるか教えてあげようか。おい、どこ行くんや。おい、上がれや。後で水汲み手伝うだろ。入れよ。中学生か。どっから来たんや。見かけ。えらい空襲やったそうやな。家族は。死んだんか。父は巡洋艦に乗り組み、お国のために戦ってはります。海軍か。お前も親父の後継いで。わかりません。なんでよ。戦速が。それはちょうどええわ。俺みたいに十五の守りにつけ。帰ります。怒るな。ほれ。好きなだけ持ってけ。腹減ったら中の大豆いって食べたらええ。妹に。何してるんですか、ここで。俺か。実は俺、お前と同じで、重い重い喘息なんや。嘘や。嘘や。お前、こうなりたいか。ここの女の旦那や。24で死んだ。死んだらつまらん。お前、名前は？生徒。セーター、背中を丸めてじっとしとるんや。こうやって頭の上を悪い風が通り過ぎていくのを待つんや。
行ったかなと思うたら空を見る。青い青空が広がったかもしれんけど、ちょっと青空が出たと思ったらすぐに雨や嵐や雷や、またすぐ布団かぶらんだな。いやいや、布団かぶってじっとしてるなんて嫌や。セーター慌てんな。いつでも行ける。いつでも？今、女が飛び出していったやろ。喧嘩したんや。理由は言うのも恥ずかしいぐらいつまらんことや。人間、二人寄ったら必ず喧嘩や。揉める。そんな動物や、人間は。すぐ殺し合う動物や。昔からそうや。この地上に人間が現れてからずっとや。そやからこれから先も何遍も殺し合いしよる。そこら中でしよる。慌てんでもいつでも行ける。あんたはどうするんや。俺はずっとこうしてモグラみたいに。卑怯や。卑怯が一番や。セーター怒るな。お前も持病の喘息をうまいこと使おうて逃げ回ったら。そんなことせん。誰もせん。うまいぞセーター。その調子や。お前は喘息や。家で寝とったらええんや。妹の世話でもして一生寝とるんや。それが一番ええ。そんなことせん。僕は行く。行くんや。何してるの？せっちゃんご飯。お兄ちゃんは？食べといで。食べとない。食べといで。せいたくん、あんたどないする？食べへんのやったら片付けてしまうで。構いません。あんたあの学生のとこにおったんやろ。なんであんなとこ行くん。町会長さんには口答えするし、おばちゃん立場ないわ。あんたそれでも帝国海軍隊員の息子か。かゆいって書いとったらどんどんあこうなる。かゆい。我慢し。あ、寝てはる。こっち向き。お母ちゃん？
母ちゃんどないした？お父さんから手紙が。手紙って、お父ちゃんは半年前に死ぬ前に書きはった手紙。みんなもますます元気で過ごしていることと察しております。小生体は至って壮健ゆえご安心ください。答えるわ、ほんま答える。やめなさい、やめなさい、やめなさい。誰がオルガン弾いてええ言った？文句があるなら出て行け、今すぐ出て行け。泣くな。お家帰りたい。おばあちゃんとこもう嫌や。焼けてしもたもん、あれへん。先生に試合申し込むなんてええ度胸や。受けて立つ。校長先生強いですか？ん？安心しなさい、大した腕やない。ああ、なんか足りもんがあったら言うてください。ありがとうございます。聖太君らと同じ焼け出された人や。聖太くんの番よ。僕弾けん。ピアノやのうてもええよ。歌は？お兄ちゃんあれやって。うるさい。何？お兄ちゃんうまい。お兄ちゃん何が上手やの？節子、言うな。お邪魔しました。おいおい、まだ帰らんでも。あたしにはちょっと邪魔たすぎるな。そう言わんと、合わせてみて。よう似合うわ。
それお母ちゃんのや。違う、何べん言うたら分かるんや。おばちゃんが昔にこうた。母ちゃんのや、僕覚えてる。あんたは子供やから分からんやろうけど、着物って似たような柄がたくさんあるんよ。返してください。アホ。確かにおばちゃんはお母さんにあんたらのこと頼まれた。荷物も預かってる。荷物言うたかてろくなもん入ってなかったけど、そん中の品物をやりくりして、なんとかあんたらにひもじい思いをさせんよう、おばちゃんは一生懸命考えてやってるんや。それが分かれへんの？着物返してください。分かった。その代わりおばちゃんはこれからあんたらの面倒一切見えへん。それでもええの？自分らで煮炊きできるんか？僕と節子のお米ください。自分らでやっていきます。わかった。よう言うた。ほんならそうしましょう。上手に炊ける？なんか外で炊いた方が美味しそうやな。お母ちゃんと喧嘩したんやって？ご飯や。はよ食べよ。おいしいおいしいご飯や。兄ちゃん、もろ？もうちょっと。ほら、できた。できた。べちゃべちゃよ。食べたなかったら食べんで。おいしい？お兄ちゃん寝られへん。うるさい。ねえ。寝られへん。ねえ。うるさい。何やってるんや。セイタ君、泣き虫。セスコ。ホタルや。なんやせっちゃん、そっちは朝ごはんまだかいな。せっちゃん、ここ座ってご飯食べ。お姉ちゃんもお出かけるから。ごちそうさん、行ってきます。ごちそうさま、行ってきます。行ってらっしゃい。お兄ちゃんもお姉ちゃんも動員にかはったんや。家の中で一日中ゴロゴロしてはる人はどこにもおれへん。おばちゃん、座って。
どうぞどうぞ。その会何にも出ませんで。節子、ご飯や。食べよ。今日はどんなごちそうやろ。おばちゃんも食べてみたいわ。100メートルなあ、やだけったな、乗ってやろうな。お前や、わ、また日が大きかったな。そうだよ、大きなった。校長先生、学校や。慌ててはった。家の中も抜けのからやった。そうや、一家全員でご神家燃やしてしもたんやもん。火事の原因はどうも学校に住み着いてる連中がおったらしいの。焼け出されて、それを校長がお目に見てて。その連中が火を、煮炊きの火の不始末とか。何慌てとる。校長先生が死んだんや。一家全員死んだんや。布団かぶって寝てりゃええんや。親父どこへ行く、腰にかごさけて前の川へ土壌取り。タンタタンタタン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 他の道、アイドアイド他の道。海
返しください。お母ちゃんのや。何寝ぼけたこと言うてんの。この子はこれはおばちゃんのや。売ろうが何しようが勝手やろ。返せ泥棒。なんていう言い草や。人に散々世話になったくせして。どこですか、どこにお母ちゃんの荷物隠してるんですか。こらセンタ待て、待たんかいな。待って、おばちゃん降参や。わかった、お母ちゃんの着物全部あんたに返す。これで全部や。これお母ちゃんのかどうかは知らん。預かってくれ、いざ言う時に何かの足しにしてくれ言うて送ってきたんや。こんな着物見たことない。お母ちゃん衣装持ちやったんやろ。荷物はこれだけ。あんたも欲深い子やな。確かにあんたのお母ちゃんは行さん送ってきはったけど、今まであんたとせっちゃんの面倒を見るためにおばちゃんは何遍も団長の思いで着物を食べ物に変えて。団長の思いってわかるか。みーちゃん、お母ちゃん死んだよ。もう着物いらん。出てって。人を泥棒呼ばわりするこの顔なんか見とうない。出ていきます。今日からここが節子とお兄ちゃんの家や。ここやったら誰も来ん、安心や。
ここがお台所。あっちが玄関。節子、手伝うて。ゆいちゃん、はばかりはどこ？外や。心配しな。お兄ちゃんがついてたる。それなんや？お墓や。二人の名前書いて。蛍に名前なんかあるんか？ある。みんなあんねん。
節子、ご飯。食べちゃう、食べちゃうよ。食べたなかったら食べんとき。腹減った。この非常時に学生が帰国民。節子、どないしたん？ピあれ、特攻やで。ふーん、太るみたいやね。そうやな。最後の一枚や。書いたらあかん。かゆい。あかん言うてるやろ。お兄ちゃん、どうぞ。なんや。ご飯や。お茶も欲しい？それから、おからタイタンもあげましょうね。どうぞ、お上がり。食べへんの？リンゴやで。リンゴちゅか、リンゴ。なんでもええやないか。早く食べ。
ゃう。お兄ちゃん食べてしまうで。ユーハイムの店じまいのケーキ食うたん。まだ半年前やな。お父ちゃんが送ってくれた上海製のチョコレート。えらい昔のようやけど。あれは一年前や。母ちゃん、桃を砂糖で。似てくれたな。うん。お腹壊したらリンゴ吸ってガーゼで絞ってくれたな。初めて食った水筒、喉通らんかった。夢みたいや。節子、何食べたい？天ぷらにな、お作りにな、ところてん。うん、道頓堀の丸まんの魚好き。卵一個ずつや言うてたら、お母ちゃん自分のくれた。南京町の品料理、遠足のラムネ。夢みたいや。うん。
とね。おい誰やこら、わしのところに入る、何しとるんやこら、おいこら待てこら、あらすいません、息子やんか、おいこら、おいすいません、お兄ちゃんもドロップ一つどうぞ。うまいわ。いいよ。ごめん、お医者さん呼んで注射してもらうの。鈴木翔介。
子馬のたてがみをなてりゃ両手に朝のつゆ呼べば答えてめんこいぞほらかけてゆこうかよ丘の道はいとはいと丘の道南人市民の中将も真よくこれを知る聞かれども真は純の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平洋を百貫と押す金はここに国体を保持し得て死んだらあかん。節子。